クルト・ビューリゲンは、第二次世界大戦時のドイツ空軍の軍人。最終階級は中佐。700回以上出撃し、112機の敵機を撃墜したエースパイロットであり、白洋、剣突撃ケ鉄十字章を受訓した。1917年12月13日、ビューリゲンは、ドイツ帝国のザクセン州にあるグランシュツに、廃漢ーの息子として生まれた。 1936年3月13日に、ビューリゲンは、ザクセン州のオーシャッツで飛行訓練生として、ドイツ空軍に入隊した。その後、新兵訓練の結果、1937年9月から、1938年2月15日までの間、ビューリゲンは、航空整備士として、第135爆撃航空団に配属された。 1938年2月16日から1939年4月30日の期間は第2爆撃航空団第2飛行中隊に所属している。ビューリゲンは航空整備士としてドイツ空軍に入隊したが1938年から1939年の間にパイロットに転向している。1940年7月、ビューリゲン号長は 第2戦闘航空団にパイロットとして配属された。1940年11月4日、ビューリゲンは、ホーカーハリケーンを撃墜し、初の戦果を挙げた。そして撃墜数が20を超えると、騎士鉄十字章が授与された。1942年12月頃、ビューリゲンの所属する第2戦闘航空団、第2飛行隊は、北アフリカ戦線のチュニジアに移動しており、 1943年3月に欧州に戻るまでに撃墜数40機を記録した。1944年3月になると、ビューリーゲン少佐は、撃墜数を96機まで伸ばし、第一飛行隊の飛行隊長となっていた。6月7日、ビューリーゲンは、ドイツ空軍で75番目となる撃墜数100機を達成した。その頃、JG には、東部戦線に同し、 ソ連軍と戦っていた。1945年初期、JG-2 の戦闘航空団司令となっていた。ビューリゲンはエンジンの故障のために墜落し、ソ連の捕虜となった。その後、1950年に釈放された。ビューリゲンは700回を超える出撃の中で112機の敵機を撃墜した。この記録は西部戦線と 北アフリカ戦線でのスピットファイア47機、アメリカ陸軍航空隊所属の P-3813 機、P-479 機、スピットファイア7機、そして24機の4発爆撃機を含んでいる。これらの戦果は、西部戦線において、ドイツ空軍が記録した4番目に多い撃墜数で、ある。最終的なビューリゲンの階級は、中佐で、地位は、 JG2 の戦闘航空団司令であった。1985年8月11日、ヘッセン州のニッターで死去。ありがとうございます。